はいどうも、ウルフッパラです。今週久しぶりにね、筋肉もあったんで、ウルフッパラの筋肉マン352は完走と353予想のコーナーです。超人とはゴルディアスの結び目なりっていうなんか言ってました。またちょっと難しいことを言ってもいいかなっていうことあるんですけど、まあそれはちょっと言ってみますけど、まあ、今回は前回なんか神の世界に行くためのなんか関所みたいのがバベルの塔だったっていうまたゆで理論が出まして、でそこを通ってく資格がある者たちはということなんですよね。でそれまあポイントっていうかね、もう今回簡単なんです。簡単に言うと、そのカペラリアのピースですね、かけらがバベルの塔の通行手形になってて、でもともと超人側が持ってた、数とですね、あれです、慈悲の神と、あとマイティハーキュリーが倒れた、その2個ビューって慈悲の神が抜いてですね、あげて8個になったんです。8対8というね、構図になりました。で、もう、あれです。もう、超神8体対8超神ということで、じゃあ8超神誰にするのかっていうのが、もう次回のポイントになってくるんでね。まあ、ついに超人が出てくるでしょうね。若き超人たちを、呼びますか。超人たちやってロビン言ったっけな、なんか言ったような気もするんですけどね、昔。超人オリンピックかな。ということで、8超人のうちの、この前半の4側ですね。まあ、スグルはもういいでしょう。スグル行かずしてどうするって話だから、ここはスグル選ばれる。として、まあ、本人は選ばれしますけどね。で、プリズ枠として、ジェロニモがもらってますから、これを、だってほら人間だからとか言う、わけのわかんねえ。だってほら丸々だからを使ってですね、ここで、ついに。誰かに渡すという、ジェロイリュージョンが出るかどうかはちょっとこれは仰天予想っぽくなってますけどね。でもまあそのままでいけばジェロですよ、ここは。託されたからね、プリズに。でロビンがマンモス枠で託されてるんで、もうロビンはもう若き超人たちということで、ロビンパワー全開ということで、もうここは絶対間違いないし、ここに登ってなんかするときに、メイロストローブパワーみたいのを手に入れて、それでケビン側に行くという、2世のところの伏線みたいなね。ここをね、わざと回収するかのような、茹でらしくないことをやるんじゃないかという予想をちょっと、ウルフパルトしてみようと思います。で、アシュラですよね、これ。ザ・ナチュラルに師匠を倒されてるんで、私を行かせてくれってアシュラは頼むと思うんですけどね。でもまたその、サムソンとナチュラルやっといて、アシュラとナチュラルという同じような戦いをすることにですね、どうなのかなというのと、やっぱユデ先生6本の腕書くのめんどくさいっていう噂もあるんで、ちょっとここは怪しいですけどね。ここのアシュラはちょっと怪しい。で、そこのところ、もしアシュラなければもうバッファローは絶対なんですよ。なんでかっていうと、前作のショーみたいなところで、なんか、正義超人側の、なんか、奥越え超人みたいな可能性になりそうな、もちろんすぐる。で、悪魔超人側にもいたみたいな感じで、8000万パワーぐらい出してるんですよ、バッファローマン。バッファローマンは、これはちょっと手堅いんじゃないかなという。アシュラがここにいたとしても、ちょっとこの5、6、7、8のところに手堅い。で、まあ、残ってるの言うと、フルメタルジャケッツの当たるブロッケンですよ。ブロッケンはここで選ばれないでしょ。あるとして当たるが行くっていうか、あいつ控えめだからね、多分当たり行かないんじゃないかなと。で、忍者も行かないと思うんですよね。拙者はなんたらなんたらみたいな。か、何も喋らないか。で、ラーメン&ウォーズなんですけど、ここはちょっと、ロボ超人行くかな、ウォーズ。ロビンが行くからどうみたいな感じのことを言いそうな雰囲気もあるけども、いや、ここは戻ってきたロビン、お前がリーダーだとか、ウォーズが言って、ウォーズは行かないかなと。ラーメンマンもな、今この前結構戦ってるんで、デネメスにやられてはいるんですけど、バッファローマンと一緒になんかタッグを組む的な雰囲気出すんだったら、2000万パワーズ、モンゴルマンバージョンじゃなくてラーメンマンバージョンみたいな。という、でもちょっとこれはちょっとな、さそうな雰囲気かもしれない。で、テリーなんですよね。ジェロが行くんだったらテリーも行くってなるのかなってなるんですけど、で、ここちょっと書いて、ジャスティスは強いですからね。ジャスティスは、ウルフッパラ一押しなんで、ぜひ行ってもらいたいけど、試合がつまんなかった。それか、ジャスティスがボコボコにされるようなほど強い長身が出てくるんだったら、それはそれで見たい。ジャス
スティスは行っちゃって神になっちゃうっていう展開どうですか。もはやなんか裏切りってかどうかわかんないんだけど、なんか神側になってしまったみたいな。お前はすごすぎる、ちょっとこっち来いって。あるかもしれません。で、ネプ&ネメシスですけどね、これは大穴でしょうね。まずネプはないでしょう。でもネプはな、強いのをあれ目指してその神になりたがってたやつのとこなので、超人なので、ここでネプがね主張してくるという。でもネプ行っても負けそうだな。でネメシス、ネメシスワンチャンありそうな気がするね。ここでまた勝って、ネメシスもなんかもう昔の人なんで、ちょっと神様になってしまう。で、オメガ兄弟なんですよ。ここで最後の、なんか、一人どうするとか二人どうするって時に、ちょっと待ったみたいな。誰かが行くってなった時に、これ多分あると思うんですよ。じゃあ最後の一枠は、私がみたいな感じで、アタルが行くみたいになったとしたら、待てみたいな感じで、この超人はつってオメガの、シルエット出てくるみたいな。これ結構、この予想、なかなか当たるんじゃないかっていうのには、ちょっと、わかりません。で、あと、その他なんですけど、その他はちょっともうちょっと、ほっときましょうか。で、フェニックスとビッグボディ、だからゴッドセレクテッドの二超人ですよね。お、これ今、わかりました。この構図で止まってた。これ救済中の、スグルとロビンコンビ対、ゼブラ&パルテノンの時の、あれをちょっとやってみたんですけど、多分わかんなかったですね。ということで、ちょっと再開したんですけど、ちょっともう一回、こっから行くとですね、ビッグボディと、フェニックスの、まあ、ゴッドセレクテッドはですね、まあ、多分、もう疲れたから休ませてくれっつって、あとお前に任せたぞ、筋肉マン。そして、筋肉マン、ソルジャー、いやさ、長兄当たるよ、みたいな感じで、フェニックスを言うんじゃないのかなと。なんかそんな気が、しないでもないという。そして、これ絶対、誰がどうなるかわかんないんですけど、誰かが決まっときながら、いや、ちょっと待てっつって、絶対誰か最後に出てくる。それが、オメガ兄弟なのか、それとも、あのお方なのか。あのお方強すぎるから、まあ、ザマはもう絶対出ないですよ。それこそ、いや、私が、示すしかないようだな、みたいな。ここ、言ったらしないと思うんですよ、ね。あのお方、姿も出さない。姿を出さないのはちょっと気に入らないけど、いや、最後はこの私がって言って出てきたら、ちょっと感動もんですけどね。もしくは裏の裏を書いて、神の世界なんで、ピカピーンって光ってまたシルバーマンが出てくる。シルバーマンね、あんま多分人気ないと思う。やっぱあのお方ですよね。あのお方に出てもらいたいという方は、グッドマークを。ぜひ教えてください。そんな感じで、じゃあ、ウルフッパラのこの四超人、まとめますと、アシラはあそこに決め込んでしまうとしたんで、ちょっと超人決めが多いな。当たる、バッファローマン、オメガのどっちか、もう一超人、難しいね、最後の一人。ここブロッケン行きたがるけど、ブロッケンじゃないと思うんだよね。テリー。最後の一人が決めかねますけど、なぜかあのお方ではなくて、ジャスティスという。ジャスティスの予想でいこうかな。だからこの四超人は、当たる、バッファロー、オメガのどっちか、とジャスティスという。この四超人で、ウルフパレ。これすっごい外れるんじゃないですかね。これちょっと大外れですごい、クレームラッシュ来るんじゃないかなと。もう皆さんもね、この、八超人、こっちの4も違うという方は、ね、こっちも違うぞということで、ぜひ予想をね、入れていただけると、皆さんでまた、筋肉のね、これからの予想展開考察、楽しめると思いますんで。まあね、勝敗どころじゃないと思うんだよ。まずこの八超人、ちょっときっちりね、皆さんで予想していきましょう。ということで、今回のルフッパロの筋肉マン、352話感想&353話の予想のコーナーでした。では、また来週。